何が JN に起こったか何が JN に起こったか何が JN に起こったか h ワッ a エ d Ever Happened to Baby Journey? は、1962年にアメリカ合衆国で公開された映画、ロバート・アルドリッチ監督、ベティ・デイビスとジョーン・クロフォードの共演が話題を呼んだ。1917年のこと、JN ・ハドソンはわずか6歳にして、すでに人気子役であった。 ボードビルの舞台に立って、愛らしい姿と歌で客を楽しませる、ベイビージェーンとして、喝采を浴びていたのだ。しかし、その輝くような舞台を先望と嫉妬で見る目があった。姉のブランチである。ジェーンは、舞台上だけでなく、そこを降りた後も、家族から、特別な扱いを受けるが、ブランチは講師に渡って、妹の影に隠れ、誰にも帰り見られない。 しかし大人になった頃、ジェーンとブランチの立場は大きく変わっていった。映画の時代になると、ブランチは実力派の女優としての評価を得るが、ジェーンの人気は遠い過去のものとなり、俳優としても能力がなく、そこにも問題があるとされて、仕事から外されていくようになったのだ。大スターの姉と仕事もなく叫びたりの妹、二人の立場は完全に逆転していた。 そんな頃、嫉妬に囚われた姉妹の間に痛ましい自動車事故が起きた。この事故はジェーンが嫉妬にかられブランチを引き殺そうとしたと報じられた。ま一発で難を逃れたブランチではあったが、この事故で背骨に傷を受けて歩くことができなくなり、ジェーンはその攻めを追う形で姉の面倒を見ることになった。こうして表舞台から消え、二人だけの世界で暮らし始めた。 姉妹だったが、姉に対するジェーンの図書は何年経とうと消えず、ジェーンはやがて姉の人生を支配する、醜く陰湿な暴君へと変貌していく。ジェーンは、ブランチの可愛がっていた小鳥を昼食として出したのを、皮切りに、ネズミを食事に出すなどして、ブランチを精神的に追い詰める。そして、ジェーンの留守中に、ブランチが隠れて医者に電話で助けを求めたことから、 ジェーンの怒りが爆発、ブランチを部屋に監禁する。さらにジェーンは、監禁に気づいた、家政婦のエルバイラを殺害し、生きしてしまう。芸能界への復帰という妄想を抱き始めていた、ジェーンは、売れない、ピアニストのエドウィンを雇っていたが、その彼もブランチの監禁に気づいてしまう。追い詰められたジェーンは、瀕死の状態にあるブランチを連れて、車で逃げ出す。 エルガイラの死体が見つかり、ジェーンがブランチを連れ出して、行方不明になっていることが、新聞やラジオで報道される。その頃、ジェーンは、海辺で、子供のように遊んでいた。ブランチは、息も、絶え絶えにかつての自動車事故の真相をジェーンに語る。実は、あの事故はブランチが、パーティーで、ジェーンに馬鹿にされたことからジェーンを引き殺そうとしたもので、ジェーンはとっさによけて無傷だったが、 ブランチの運転していた車は柱に激突し、そのために下半身が不随となったのである。ジェーンは恐怖からとっさに逃げ出し、ブランチは車から生え出たところを発見されたため、ジェーンが犯人にされ、ブランチは酔っていたジェーンに事故当時の記憶がないことをいいことに、この事故をジェーンが起こしたものとしていたのだった。ブランチがジェーンにわびると、ジェーンは穏やかな表情で、 アイスクリームを買ってあげると言って売店に向かう。その帰りに警官に見つかったジェーンは自分を取り囲む人々を前に子供の頃のように軽やかに踊り出す。警官は品種のブランチをようやく見つける。デイビスの娘のバーバラ・メレルがリンカの娘役で出演している。シャウン・コンセディーンによるノンフィクションベッテ・ド・ジョーン・ザ・ディバイン・フード1989によると 第35回アカデミー賞で主演女優賞にノミネートされなかったジョーン・クロフォードはベティ・デービスの受賞への反対活動を行ったという。またクロフォードは同賞の受賞式には監督賞のプレゼンターとして登場。さらに演劇に出演中のため受賞式に出演できなかった受賞者アンバン・クロフと奇跡の人で受賞の代理人としてオスカー像を手にしている。 この映画は、精神的に不安定な、あるいは狂った高齢の女性を、主人公とする、サイコビディ、あるいは、グランドデームギニオールや、ハグスプロイテーション、ハグホラーなどの呼び名もあるというジャンルの元になった。アルドリッチが監督し、ベティ・デイビスが主演した1964年公開の映画、震えて眠れもそれに含まれる。シャウン・コンセディーンのノンフィクション、ベッテ・アンド・ジョーン。 ザ・ディバイン・フード、f 九 o d 1989年は本作の制作経緯などを中心にベティ・デイビスとジョーン・クロフォードの敵対し合う人生を描いた2017年には同じ背景を描くライアン・マーフィー制作の電気テレビシリーズフュード確出ベティ VS ジョーンが放送されスーザン・サランドンがベティ・デイビス役ジェシカ・ラングがジョーン・クロフォード役を演じた楽しく ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。